はい、キバさんです。今回も引き続きキラーイズデッドやってみたいと思います。前回、ボス前でちょうど終わっとこうということで終わっていますんで、今からボス退治、この巨人、星を盗んだ巨人退治に、向かいます。向かいますじゃないな、倒してみたいと思います。それでは、ポーズを解除してやってみましょう。エグジットで出れんのかな。おい、来た。あ、これ歌わないとダメなんだ。やべえ、あ、避けた。やべえ、避けてる。頭踏んでない。これ邪魔だこいつ。こう目玉みたいなこうところをこうやべえと、目玉画面がバグってる。あ、バグってない。あ、こうザコ倒しておいて、なんかどこ飛んでったな今、なんか弾が、近くに寄ってこいつは、近くに寄ってこいつ、あら、いかんか、いた。当たり判定が狭いのかもしれないですね。暴れてます。あ、隣の胸に来ました。また撃たないといかんのか。やべえ、なんかレース、ああこれ防げれないのか。やべ、おお、避けたのかい。あ、これ背中の弾も、わ、切れた。あ、フルパワーになった。ああ、来るか。避けてると。これ、ザコ邪魔だ。こう、うと。あ。頭狙いに行きたい。行く。はい、どうだ。おお、来た。ドン。バスッと。暴れてる。暴れてる。あ、隣の胸に移った。またこれ復活してるから、これ撃た、やべっと避けた。落ちないこれ。もう、あ、避けるー。あー、エネルギー切れた。避けるー。おっ、今、刀で避けた今。どっか一つでも潰して回復。お、回復。お、回復しました。おっと、やべ。おー、レーザーやめて。ちょっとあー、やべ、もうちょっと。レーザー。あ、痛い。こう、目ん玉みたいなところを狙う。目ん玉、え、もう一つの目ん玉みたいなところを狙う。あ、まだ狙い切れてない。やべ。よいしょ。あ、来い。できての、キル。あ、キラーイズデッド。リリース。ざっくり3枚おろし。3枚じゃないけど。デロンと。キモい。ああ、残酷ですね。
ね、敵はイヤゾを倒すその体のこう、はい。なるほど。これですか。おっと、グリーンファット。お、地球です。これが盗まれた。お、モンドさんの左腕がなんかえらいことになってます。モンド、先輩。ミカドンドン。もしもの時は私は、あら、こんなこと言ってたんだ。あ、やべえ。大丈夫です。大丈夫です。処刑完了しました。了解。カーネルさんです。な、何が。まさか宇宙人。私たち未知との遭遇しちゃったわけ。これミカドンドン、やっぱりこう微妙だな。ほら、地球持ってっちゃう。太陽ですかね。小さな太陽。小さな太陽。つまりこれが報酬。こんなのもらっても。っていうか、これじゃただも当然よ。社長、任務は。ご苦労。早速だが次の任務だ。依頼人はロシアの国防省、シベリアの暴走機関車が標的だ。モスクワが危ない。え？今ロシアって言った？急げ、時間がない。私は先に向かっている。ロシアってどこ。ここから遠い。ねえねえねえ先輩、モスクワって何。海かも行くのだ。ねえ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 、シベリア。お、レリーフが復活しましたね。気絶手当とかよくわかんないですけど、 B です。ありがとうございます。はい、クリアしちゃいました。ヘルスジェムとは宝石のようにメールワイヤーズの細胞です。生命力を高める効果があります。はい、クリアしてしまいクリアしてしまいました。星を盗んだ巨人エピソード9、これにて終了。次回は何があるんだ。エピソード10あんのか。10あ、憧れを運ぶ男っていうのがありますんで、これを進めるか、なんか違うのを進めるかはまあ考えておりません。またその時までよろしくお願いいたします。はい、というわけで今回はこの辺で。よかったらチャンネル登録とか、いいねボタンとか押しちゃってください。まあ無理にとは言わないよ。はい、というわけでまた次回よろしくね。では、さよなら。